こんばんは。ふくりでふえるです。今回も一緒に学びを深めていきましょう。最後まで視聴していただけましたらとっても嬉しいです。よろしくお願いいたします。今回のテーマは、帝国ホテルわかりやすく。まず、帝国ホテルの開業は、明治時代1890年にまで遡ります。設立の発起人は、 近代日本経済の父と言われる渋沢栄一さん。当時明治政府の外務大臣井上薫から「外国からのお客様をお迎えできる日本を代表するようなホテルを作ってもらえないか?」と相談されたことをきっかけに帝国ホテルは設立されましたそして開業から130年以上現在の帝国ホテルの業績はどうなっているのでしょうか こちらは皆さんが想像する通りコロナでいきなり売り上げが6割も減少してしまったんです観光客の激減でホテル客室のなんと4分の3が空室という状態にまでなってしまいましたしかし帝国ホテルは創業130年を超える長い歴史を持った企業です今まで何度も危機を乗り越えてきています 例えば帝国ホテルの過去最大の危機は戦後1945年マッカーサーを中心とする GHQ 連合国軍総司令部からホテルの営業権を取り上げられその後約7年間ホテルとして自由な営業ができなかったということもありましただから帝国ホテルには危機を乗り越えてきた経験があります なので今回も慌てず騒がず粛々と計画を実行しているんです帝国ホテルの今から14年後2036年までの中期経営計画帝国ホテルはこれぐらい先まで考えているんですね例えば2026年に完成予定で京都の祇園に新しいホテルを建設予定ですそして 2036年に完成予定で東京の本館を建て替え予定もあります目指しているのは東京の内幸町の再開発プロジェクトの成功です理念は日本を代表するホテルであり国際的ベストホテルを目指す企業として最も優れた商品とサービスを提供することによって人々のゆとりある豊かな生活に貢献すること 帝国ホテル。ということで、今回は帝国ホテルをわかりやすくでした。以上です。今回の動画のご視聴に感謝しています。いつも本当にありがとうございます。